コテージもありますよね、宿泊できそうです、キャンプ場コテージの前にはこういう琵琶湖の美しい風景が広がっています。向こうに見えるのが海水浴場、JR の長原でしょうか、永原駅 5.5km、名前間違っていたらすいません、二本松のキャンプ水泳場を後にして、JR の長原駅を目指します。あと 5.5km、こんにちは。馬に乗ることもできるんですが、海水浴場ということです。水がきれいだもんな。
いているのが二本松の浜です。浜という感じでしょうか。